プリンセス・オブ・ウェールズとは、イギリスのプリンス・オブ・ウェールズの日に、自動的に与えられる、儀礼称号である。2005年以降、チャールズの妻カミラがこの称号を持っているが、チャールズの前妻ダイアナが、プリンセス・オブ・ウェールズとして、国民的人気と知名度があったため、カミラは、呼び名としてこの称号を用いず、コーンウォール公爵夫人の称号を用いている。 歴代のウェールズ皇妃を年代少順に並べると、次のようになる。ウェールズ皇妃は、夫の国王即位、夫の死、夫との離婚などによって、ウェールズ皇妃の称号を自動的に失う。歴代のウェールズ皇妃のうち、夫のウェールズ公が国王に即位した者は、ジョージ2世非キャロライン、ジョージ4世非キャロライン、アレクサンドラ、メアリーの4人である。彼女たちは、 夫の即位と同時に王妃になった。カミラも夫チャールズが国王に即位すると多くの法学者の解釈によれば自動的に王妃になる。しかし彼女は王妃の称号を名乗ることを辞退し王妃の称号を名乗ることを希望している。ジョーン、オーガスタは夫との死別によりウェールズ公妃で亡くなりウェールズ皇太妃となった。アンは夫エドワードとの死別によって ウェールズ皇太子となった後、グロスター公リチャードと結婚し、夫がリチャード三世として王位についたため王妃となった。キャサリンは、夫アーサーと死別によって、ウェールズ皇太子となった後、義弟のヘンリー・パッセイと結婚したため、ヘンリー・パッセイの妻として王妃となった。そしてヘンリー・パッセイとの婚姻が無効と宣言されると、再びウェールズ皇太子となった。ダイアナは、 夫チャールズとの離婚により、自動的に、ウェールズ皇妃の称号を失った。また、殿下の継承をつけられる資格を失った。離婚後、ダイアナは、ディアナ、プリンセス・オブ・ウェールズと名乗った。これは、貴族と離婚した女性が、自分自身の個人名離婚前の称号に基づく、故障を離婚後の故障として用いることを許されている。慣例に従った、原則的措置に過ぎない。 将来国王になることが予定されているウィリアムの母親としてふさわしい故障を与えるべく何らかの配慮があったと考える人も少なくないがこの故障方法は特別に創設されたものではない。またダイアナが離婚後もウェールズ皇妃の称号を保持したという解釈は誤りである。この誤解は本国イギリスにおいても広く見られる。ありがとうございます。